皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで今回もニューデンパ人間の RPG フリーやっていきたいと思います。ということで今回の動画はですね、ライブ配信でゴールドゲットですね、ゴールドゲットやってた時に面白いねシーンというかが撮れたので、今回はそちらをねちょっと、ライブの切り抜きになるんですけど見ていただきたいんですけど、その内容がですね、ビッグリッチっていると思うんですよ。あの黄金の鍵開けた後にビッグリッチっていうのが宝箱に出ると思うんですけど、そのビッグリッチがマジで出ない、要は宝箱に隠れちゃってなかなか出ないっていうところがマジで続いて、マジで やばい状況にまで行きそうになったっていうところがね面白かったので、今回そちらね見ていただきたいんですけど、まあ、この動画で見てる方でね、ビッグリッチなどの宝箱系 あのモンスターで、あの何ターンまあなんかあれですか、何ターン最高で潜って宝箱から出ないで、まあ、必中とかつければ、ね、よかったんですけど、つけるの忘れてて、当たんないって状況が続いて、それ何ターン続いたかっていうのをね、コメントでね、してくれたら嬉しいので、まあ、何ターンかっていうのをね、コメントでね、見て共有してくれたら非常に面白いので、ね、いいかなと思います。はい。では、ビッグリッチがなかなかね、宝箱から出ないで、やばくなった、動画まで、どうぞ。ん？ああ、すげえか。誘惑ねー。誘惑がなーって感じよね。やっぱり。わあ、つらいつら。まあ、誘惑耐性もジュエリーミラーが確か結構高いから、あれつくから。まあ、反射もあるしね。あれがもう、まあ、20G だけどね。多分ね、防御力も高いんだけど、って感じじゃない。視界率も高い気もする。あ、防御力が高いからかな。分かんない、どうなんだろう。まあ、どっちも高いのかな。まあ、防御力は確か、前作とかだと、9999だったんで、はい。じゃあやめて、その雷。めっちゃ多いやん、それ。いやー。え、出てこない、なんで、何か意味わからん。どういうこと、どういうこと。いや、これ、ないって、この試合。このターン、何、このターン。出ろよ、なんだ、これ。意味わからん。試合、ターン来た。謎。謎すぎる。なんで出てこない、意味わからん。何これ、はぁ、やばいやばい、出て。え、なんでこんな出ないの、何これ。え、なんで、はぁ、確かにそれあるかも。びっくり近づいてきてる、確かに。え、こんなさ、出ないことある？全く出てこないんだよ、宝僕から。宝？何ターンやってんのよ。はぁ？え、どういうこと？やばくないこれ。助けてないか。ヒッチュあった方がいいかもね。つけるわ。すごい。ヒッチュつけます、これ。あの、ごめん。ようやくヒッチュの大事さに気づいた。これはない。後悔してる。やばい、待って、やばい。え？復活の薬あるから大丈夫。え、やばい。こんなことある、普通。普通なくない？ここまで続く。え、マジ？ね、本当ですよね。隠れすぎてるよね。いや、マジかよ。なんで狙うんだよ。は、なにこれ、やばいって。え、なんで、ちょっと出て。わあ、もう長い。いや、だるい、それ、ないです。ああ、もうなにこれ。何ターンだよ、一体。
何も出ないんかいしかもえ。はい、ということでいかがだったでしょうか。まさかの10ターン以上宝箱にこもるというね、やばかったんですけど、後で今見返したね。やばいですね。まあ初じゃない、ここまで出なかったの多分宝箱小僧系も出ない12はないんで、はい、やばいです。はい、ということでね、この動画が面白いと思った方はね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。このチャンネルではね、入電パ人間の RPG フリーのね動画投稿してますんで、よろしくお願いします。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。